平日昼間に自宅でリアタイ受講動画の視聴ありがとうございます私レックス任講師根本昭治と申します今回この動画に伝えたいことこちら何かと言いますとこちら司法書士初学者の講義平日昼間に受講できますしかもそれリアルタイムで聞けます そしてもちろん質問だってできます。具体的に言いますと、私が担当する初学者の講義、新全日課講座。こちらは月、水、金、10時から17時、10時から3時間、1時間休憩また3時間というスケジュールで講義をしています。こちら実施形態ですが、4つほどあります。渋谷駅前本校、こちらでライブ生講義をやってます。 で、それを全く同タイムで、丸二丸三。レックの本校で、同意中継。また、ズームで、自宅で受けられるようにしています。また、それとは別に、通信講座も実施しています。今回、お勧すすめしたいのは、このズームで自宅受講をする、という点です。すると思うと、こうなります。 家でズームで受講するというのは通信講座と何が違うんだと。通信講座の違いいろいろあります。まず一つはスケジュール管理なんです。例えば通信講座の場合、民法一回、民法二回、どこで何を受講するかっていうのを全部自分でスケジューリングになります。一方 ズームで受ける場合については生クラスの日程に合わせて受けるだけ自分でどこでどう受けるかということを考えなくていいんですよやっぱ受験勉強大変ですできるだけ勉強だけに専念できる他のことをあまり考えずに学習内容だけに専念できるといった環境の方がいいんですよっていうことでまず一つ目の違いはスケジュールを考えなくていいってこと 違い2つ目はリアルタイム感です強いのは集中力なんですよ通信講座っていうのはまあ流れてるものを聞くいうことになりますが止めることができるんですでもそれっていうのがいい点に働く方と悪い方に働く方もいるんです いつでも止められる止めちゃえばいいやとその結果ねあの3時間の講義をダラダラ聞いて6時間とかなっちゃうんですよそういう怖い点があるんです一方ズームでリアルタイムに聞いた場合は止めることはできませんだから集中しなきゃっていうふうになるんですよ3時間の講義が3時間で終わるんですただ分かりますよ あの聞きそびれたらどうしようとかその日程その時ど,どうしてもねそこはできないって場合どうするんだとそこですがレックの講座はこのライブ講義これが実施の後でも通信教材が見られます欠席フォローなどもあります具体的に言うとこの生講義のあった翌日にはちょっと荒い動画にはなりますが講義映像出ますまた 生クラス、ズームクラスを選ばれた方通信教材も別途見れます。ですので聞き忘れてしまったとか日程が合わなかったとそういう方こちらを使えば十分フォローできますそしてこのズーム講座本当に生講義を受けているという感覚になってほしいんです。 質問もリアルタイムで解決できるようにしていますえこちら質問ですがその当日電話でできるようにしていますこれは通学クラスズーム配信クラス同時配信クラスで適用があります講義を自宅で聞くあここどういうことなんだろうって思ったら電話をするすみません何ページのここなんですけどこれどういうことなんですか あであそうだったんですねありがとうございますまたお願いします本当に生講義に来てその講義が終わった後に質問するというような感覚で使用ができますまたこちら後になってもオンライン上で質問投稿できますこれは全クラス共通で私が回答してますで大体ですが当日か翌日までには9割方の質問は答えてます この動画で言いたいことをもう一回。使用書士の講座、初級用の講座を平日昼間に受けられます。しかもリアルタイムで受講できるし、その場ですぐ質問ができる。これが私が担当している新全日産科講座というものです。こちらの動画の方は以上になります。もっと詳しい話はガイダンス等でもしています。ぜひお時間があればガイダンス等参加してください。 こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。